クラフト&ゲームアトリエ造形の王様、いかにそのペラの力を発揮できるかっていうところをね、見てほしい。これやばいな、めちゃくちゃ速い。これがやっぱりレトロゲーム配信者の実力ですよ。現状今うちのチャンネル登録者数の割合で言うとインドで人気の造形作家でしかないんですけど、私楽しかったなぁ。ちょっと待って、1000万。さて、それでは今回も協定2やっていきたいと思います。本当に協定2でいいんですか？アンケートの結果がね、2だったので、まあ、前回動画もたくさんの方見ていただけて、いよいよね、今回は、エースペラ、そして究極のペラ、どちらも投入したいなと。それほどのタイミングではないんですけども、もうそろそろみんな見てくれなくなると思うんで、究極のペラを見ていきたいなと思います。2年目2月2日、前走が1着になっています。ちょっと記憶がありません。レースボタン押してみようかな。前走1着、ペラ調整、出走。あ、見えないままですね。調整的には、デカペラ、エースペラ、モーター14号機で、デカペラをつけてたのかな？じゃあ、エースペラにしますか。エースペラ2回ぐらい使えるかな。もうお金がカツカツでないので、もう負けたくはないんですよね。そろそろね。エースペラ、いきなり、多分それほどの試合じゃなかった気がするんですが、一体何のレースかもわかりませんが、エースペラ、行ってみたいと思います。こういう配信はね、良くないんですよ。あ、ウィンターカップや。ウィンターカップ2月2日、3レース目予選ですね。わからんなーって言いながらやってる配信ってだんだんと嫌われていくんですけどね。許してほしい。協定2についてのデータはない。データ、モーターを見ていきましょうか。モーターの方が、造形の様が1号艇 45.1 ですね。トップは3号艇、小菅文孝さんの58.1。だいぶすごいですよ。58.1 って。これ数字が大きければ大きいほど、モーターが強いってわけわかんないですね。いいモーター、早いで、モーターであるということ。ちょっと朝撮影しております。ガタガタしてるね、喋り方が。A1 の選手ですね。というか、王様以外全部 A1 ですね。そういうことはやめてほしいな。行きましょう。カラツインターカップ2日目、第3レース予選ですね。久しぶりすぎて指導のやり方わからんかった。ちょっとね、前回撮影から実は間が空いておりまして、早すぎる。あ、エースペラが、早すぎる。これ、みんな来てからというか、もはや、みんな見送ってから、ほら、ちょっと待って。いや、ちょっとやり直しさせて。それはやり直しさせてよ。さあ、ということでね、この間、ちょっと大人買いをしまして、デジモン？デジタルモンスター。僕は子供の時すごく流行ってたものなんですけど、それのカラー版が出てると。結構10年くらい前からあったらしいんですけど、それのまあ復刻が出たということで、注文したんですけどね。あれって、なんか、2日で育つんですね。昔はなんか8日間とか10日間とか育てないと究極体とかならなかったんですけど、2日で育つということで、やっぱり時代に合わせてね、無駄をなくしていきたいということで、さっきのレースはなかったことにしました。それでは行きましょう。いいですよね、無駄なく。そのまた来年ウィンターカップ頑張ろうってやったらまた時間かかりますから、それはもうなかったことにさせてください。指導。2日でデジモン育つんですよ。すごくない？ちょっと感心してる。2日かな、うん。1時間とかでもう次の進化が発生したりするんですって。30分とか1時間で。究極体まで2日か3日か。2日って言った気するけどな。
行けるらしいよ。ちょっと楽しみです。ちょっと売り方はね、えぐいですけどね。色別で30種類しか出ないとかね。ちょーんちょーんと。これでもいいぐらいやと思う。全然。これさ、エースペラーにすんの忘れてない？エースペラーに設定すんの忘れてるわ。デカペラー設定のままだと思う、多分。しかし、これよ。これがやっぱり、レトロゲーム配信者の実力ですよ。現状今、うちのチャンネル登録者数の割合で言うと、インドで人気の造形作家でしかないんですけど、私。レトロゲーム配信としてももう長いんです。一着取りたかったけど、まあ。まあっていうか、1位誰？早すぎひん。さっきの人か。58.1 のモーター乗ってた人や。手も足も出ない速さだった。ねえ、3号艇の人ね、なんとか文夫さんやったかな。いやー、すごかった。さあ、それでは、次のレースで、エースペラ出して、で、決勝が、究極のペラと、行きましょうか。調整ですね。ここで、エースペラに変えます。ちょっと早すぎたけど、さっきエースペラ。めちゃくちゃ贅沢よ。すごい名前読みにくいな。新見圭一さん。56.5 のモーター乗ってますね。勝率も 7.76。みんなすごいな。ちょっとみんなすごいな。でモーターがすごい。4号艇、小林つぐみさんとかかな。60.8 です。見たことないかも。62ってあったかな、過去に。で、3号艇、新羅和則さん、60.1 ということで、さっきの3号艇よりもまだ早いモーター乗ってありますね。で、まあ皆さん A1 と、5号艇王様が 45.1 のモーターで、でも勝率的には、王様結構前走2着、前々走1着ということで、ウィンターカップ2月3日、6レース準決勝ですね。さあ、カラズウィンターカップ3、3日目、6レース準決勝戦ですね。この指導の操作が R ボタン連打っていう謎の仕組み、ちょっとやめてほしい。あれ、みんなの後ろ走ってるからかな？あんまりなんか、あ、でも早いか。早いな。ちょんちょんでちょんですよ、これ。ほんまに。頼むぞ、ほんとに。ここ勝たんと、究極のペラの登場する間がない。これ、コントロールできひんか。いや、もう圧倒的。究極のペラ、どんなんやろな。やっぱりその乗り手の良さですよね。いかにそのペラの力を発揮できるかっていうところをね、見てほしい。本当に、ただ下手なだけではないっていうのを、この配信見直してると本当になんか失敗してるシーンばっかり出てくるんですけど、これほん、買って、みんな買ってほしい、これ。お金持ちの人はレトロフリークおすすめですよ。本当になんか、究極の筐体ですね。さあ、6レースの結果、1着5号艇、2着4号艇、3着1号艇ということで、1着5号艇で造形の王様が、準決勝を1位通過しております。そして、登場する究極のペラと、100万円もらいました。すごいね。かけてもかけても勝てばね、高い買い物してもこうやって帰ってくると、1位ですね、ロゴが。シンプルだ。そういう戦いを YouTube でもしたい。出ていく一方よ。
さあ、それでは行こうか。決勝戦、ウィンターカップの決勝戦で、調整ですね。ドキドキ、もうドキドキすんな。究極のペラ1000万。出足調整なんですけど、ね、今まで僕が使ってるのは基本、デカペラ、エースペラの伸びを重視したものなんですけど、究極のペラは出足です。本当によろしいですか？わかりません。もう知りません。それでは行きましょうか。ちょっとモーターも見といて、モーター、まあ、モーター伸びなんで、いやなんかぐずいモーターの時に本来やるべきなのかな。さあ、成績の、うわ、初めて見た。一番下です。武田がいます。6号艇、武田明。あいつ、明って名前やったんかな。副勝率モーター。まあ、モーターの強さ 63.2 です。前走2着、前々走3着、2着、2着、1着ということで、武田明が輝いている。すごいなぁ。で、4号艇に太田和美さん 61.0。2号艇小林つぐみさんかな 60.8 ということで、まあ予選の時に戦った人たちが順当に上がってきてると。いやー、造形の様しんどいけど、ただ皆さん申し訳ない、今回は私が一番お金をかけている。結局はお金だと私は聞いております。お金と票の数であると。唐津ウィンターカップ第4戦目、6レース優勝決定戦ですね。ほんまに、なんかレトロゲームってなんで緊張するんかな？この、いいですよね。栄冠ナインとかもオートセーブやから緊張するのあるけど、レトロゲームってやり直し効かない感じが、いいですね。え？なにこれ？ちょっと待って。え、やば、これやばいな。めちゃくちゃ早い。何これ、これチョンですよ、チョン。もうスタートだけがとにかくどうしたらいいかやけど、みんなモーターに自信あるからすごい出てくるやん、この力。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、1000万、ちょっと待って、1000万待ってくれ、1000万よ。あいつやってくれたな。あ、ちょっと待って、待って。ちょっと待って。うわー1000万飛んだ。マジか。もう自分が何着かも、何をやったかも覚えてないです。めっちゃ難かった。もうあの、伸びっていうか、膨れるためにあるみたいな感じ。1000万飛んだ。4着最後。いやあ、ありがとうございました。ちょっとだけ休憩させてください。マジか。所持金が283万ということで、1000万チャレンジャー無事ね、楽しかったな。次回あれば見に来ていただけたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。